半世紀前に作られた懐かしのバイクを集めた博物館が福山市にあります。それは少年の頃からバイクに憧れていた一人の男性の夢が実現したものでした。国内で唯一量産されたロータリーエンジン搭載のバイク、そして1955年創立のヤマハ発動機がその年に発売した最初のバイク、並ぶのは1970年頃に作られ当時のライダーが憧れた名車の数々です。福山市加茂町のオートバイ旧車ミュージアム F6、 展示するのはおよそ70台のクラシックバイクです。岡山市の方から来ました。僕らの年代の頃よりちょっと古いぐらいなんだけど懐かしかったです。館長を務める加藤逸美さん67歳です。バイクに興味を持ち始めたのは15歳の頃、雑誌を眺めては憧れを募らせたのが、川崎が1970年に売り出しボブキャットの愛称で親しまれたこのバイクです。川崎のオートバイが、基本的に皆好きだったという、一番欲しかったんだけどなかなか買ってもらえなかったと。加藤さんは26年前に金属部品のメーカーを創業、さらに関連会社を設立し、今では3社、従業員およそ60人を社長として率います。しかしその間もバイクへの情熱を失うことはありませんでした。そして仕事にも余裕が見えた頃に始めたのがバイクの収集でした。30代余りになった時、多くの人に見てもらいたいと一念発起、博物館の建設を決めます。展示でこだわったのが、半世紀以上前の製品を新品同然の姿に戻すこと。購入した車体は一度解体し、部品を一つずつ洗浄します。長年の走行で簡単には落とせなくなったサビや汚れ、専用の機械で対処します。本当に綺麗になります。これはブレーキシューと言いまして、ドラムブレーキの中に回転を止めるブレーキの部品です。この部品はブレーキに内蔵されているため普段見ることはできません。それでも新車当時の姿に戻したいとの一心で、ほぼ全ての部品を洗浄します。旧車を扱っている人や好きな人の中には、こういうふうにレストアする人と、それからもうそのまんまでいい、もうサビサビならサビサビのままがいいんだという人と、両方に分かれてますね。私の場合はレストアをしてきれいにしたものを人様にお見せするというのが信条ですね。解体からおよそ3ヶ月をかけて復元、ようやく展示されます。先月ここを訪れた人はおよそ800人で、その評判も上々のようです。同年代から70歳ぐらいまでの人はドハマリ、ストライクと言って帰られます。もう本当にいいものを見せてもらってありがとうって言って帰っていただきます。50年前の車がこんな綺麗になってるんだなというふうな思いで見ていただければ。購入、解体、洗浄、メッキと復元のための作業に再現はなく、収支は赤字と言います。それでも少年の心をわしづかみにしたバイクの魅力を知ってほしいと、加藤さんの夢は膨らむばかりです。並んだバイクを見つめる加藤さんの顔が幸せそうでしたね。羨ましいですね、はい、私もバイクの免許はもう中型大型全部取って、でもうあいった旧車もどんどんこう集めたくなるんですけれども、そんなバイクを置く場所はありませんと言われて手に入りませんので、はい、こちらにお伺いしてたっぷり見させていただこうと思います。入館料が大人500円で、16歳から18歳は300円、中学生以下無料ですが、ただし大人同伴に限るということで、水曜日休館です。お気をつけください。